こんにちは、会員権の取引所スポットセールというものを今開発している異次元株式会社の一江と申します。大分から参りました。よろしくお願いいたします。そのスポットセールっていう今サービスを僕ら開発していて、2月の末に公開予定です。でもすでに今スポットセールって Google で入れていただいたら、ティザーサイトはもう公開しておりまして、ユーザー登録もできる状態で、今エンドユーザーの方が大体1700人ぐらい登録していただいていて、その今登録いただいたら公開後に使えるポイントを発行してますので、ぜひ試しに登録していただけますと幸いです。でその会員権の取引所っていうのはどういうことをやろうとしているかと申しますと、簡単に言うと、その一般の商店などが株のようなものを発行できるような仕組みを今作ろうとしています。でそのまあ、ここに書いてます株のようで株じゃないって書いてるのは、あの株のように配当してしまうとその金融庁の法律なのに引っかかってしまいますんで、配当はない形でもその優待のみ受けれる権利っていうのをその僕らは会員権と呼ぶことにして、その会員権の取引所を今開設しようとしております。でそれどういう意図でまず作ろうとしてるかと申しますと、僕らこの前ですね、エアポっていうアイビーコンを使ってその店舗にチェックインした時にポイントがたまって、でそのエリアで使えるみたいな仮想通貨みたいな業をやっておりました。ただそれがそのエンドのユーザーさんを結構増やすので苦労して、なかなかそのビジネスモデル的にうまくいかなくて、でその大分っていう土地でやってるのもあって、その地域をもっと活性化したりとか、そういう各地域をうまくこう接続して日本全体をもっとこう活性化できないかっていう意図でこのサービスを始めております。なのでその駅前でたくさんこうお客さんが来るようなお店でそのクーポンを発行されて、どんどん一元のお客さんが来るっていうところは、まあそれはそれで成り立つと思うんですけど、まあ、地方の都市だったりとか、その駅から少し遠いところでちょっとこだわったスタイルでやられているようなお店とかと、そのそういうお店が好きな方の接点をできるだけ増やそうと思ってこのサービスを始めております。でどういう機能を提供するかといいますと、まず最初にお店はその先ほど申し上げた会員権の市場に上場することが可能です。でこの時僕らは最初はもう審査をさせていただきます。である一定のそのクオリティだったりとか、あとまあその発行したからにはずっとその優待を提供いただくことになりますので、そういうことをきちんとその提供いただけるかどうかっていうのを審査させていただいて、上場承認をするような形になります。でその会員権を上場していただいた会員権を一般のユーザーさんにそのアプリを介して販売するようなサービスをまず機能を提供いたします。でこの時にその販売した会員権のお金の一部はその店舗側に入ることになりますので、店舗としてはその会員権を購入する、そのまあ僕らはロイヤルユーザーみたいな風に定義してるんですけど、そのお店のことを好きでいてくれて、なおかつユーザーでいてくれるような方との接点と、あとその資金調達を同時に行うことができます。これが一つ目の機能です。で二つ目はその会員権をその一般ユーザーですね、今登録していただいているような一般ユーザーの方が購入することが可能です。でその購入いただいた会員権はそのアプリをですねお店に持って行っていただくアクションを行いますと、その会員お店の会員っていうことが証明できるような仕組みがあります。なので例えば居酒屋で、まあ、3万円でいつでも 20% オフの会員権みたいな会員権を持ってるエンドユーザーさんは、まあ、そのグループに行った時に会計の時にその画面を見せると毎回 20% のオフになったりとか、まあ、いわゆるその会員制のお店とか一般的な会員制のお店とかでも利用できるような仕組みになってます。これが2つ目のその会員権を提示して優待を受けるっていう機能になります。で3つ目の機能はその会員権はそのユーザー間で売買が可能です。でここは結構そのまあ今僕らがフィンテックだと自分たちで思ってるところで、会員権はまあプライベートなんですけどブロックチェーンを使って実装しております。で個人間の取引がすることができますので、ここでまあもしかするとその最初にできたばっかりのお店の会員権を購入して、そのお店がすごく人気になったりした時とかにそのお店の会員権の価値は上がることになると思いますので、まあ、より高くひょっとすると売ったりすることができるかもしれません。
以上の3つが最初のバージョンで僕らがスポットセールの機能として提供しようとしているものです。最初に会員権を上場していただいて会員権を販売するっていう機能と、あとその会員権をユーザー間で取引できるっていう機能、あと最後がその会員権をお店に持って行って利用優待を受けるってことができます。で、最初にお話しした通り、その広告クーポンだったりとか、そのフリーペーパーとかを使ってぐるぐるそのお店を回るっていうよりは、自分が気に入ってるライフスタイルに合ってるお店とか、まあ、個性的なお店とかを継続的に応援するような仕組みを僕らは提供していきたいなと思っています。またあとエンドユーザーの方にもできるだけその複雑な処理を内部的には行っているんですけど、まあ、表面的にはかなりシンプルな設計で今進めてまして、まあ、一般の方でもその株式の投資なんかされてない方でも簡単にこういう会員権の購入ができるような仕組みを提供できないかなと思って進めております。で、僕らのまあミッションとしては、そういうこう、まあ、僕らのような IT ベンチャーは IPO を目指したりとか、ある程度こう自分たちの成長にマイルストーンみたいな設定を比較的まあしやすい世の中になっていると思うんですけど、その地方で例えば若手の30代の経営者の飲食店で10店舗ぐらい出してすごい勢いがある店舗とかが次のステップでどこに進んだらいいかわからないみたいなことを会員権のその営業しててもお話を伺いますので、まあ、ICO をするほどのそのまあ技術力だったりとかノウハウもないようなところでも、僕らのそのスポットセールに上場することである程度の資金調達を得れたりとか、あとその普段来ていただいているお客様からのフィードバックとか、あと先々ちょっとあんまり詳細は説明しなかったんですけど、フラッシュセール的なところですね。例えば人気の飲食店とかでも平日のその昼下がりは結構空いてて予約が普段は取れないんですけど、その時間帯は実は空いてるとかっていう時とかにリアルタイムでそういう会員に通知をすることによってフラッシュセールのようなものも提供できるようにしようとしております。で、こういうそのアプリを使ってあの接点が今までなかったところにもっとトランザクションを増やしていって O2O でもっと日本全体を活性化させていこうっていうのが僕らのミッションとなります。で、タイムラインとしては今週実はもう昨日が入金の予定だったんですけど、ちょっと遅れちゃって発表が来週になっちゃったんで今は詳しくお話できないんですけども、シードの調達は独立系の VC から決まっておりまして、今月シードラウンドで調達することが決まっております。で、先ほど最初に申し上げました通り、来月末にはもうアプリを正式リリースする予定です。で、今その会員権の数をどんどん増やしていっているのと、まあ、開発の状況もまだ 50% ぐらいなので、どんどん今開発を進めているような状態です。で、それが2月末にリリースして、今年ももう一度資金調達をしようとしております。なんで今回登壇させていただいたのは、次の資金調達に向けてもしご興味がある VC さんとかいらっしゃればぜひお話しさせていただければと思っております。で、もう一つ今年進めようと思っているのが、このスポットセールフォー NPO というものを開発しようとしておりまして、まあ、このために次の資金調達はしたいと考えております。これ同じようなその会員権のような仕組みなんですけど、 NPO とか NGO にその、まあ、これは日本のマーケットだけじゃなくてグローバルのマーケットで資金調達が簡単にできるような仕組みを、 こちらはもうオープンの分散化した仕組みでスマートコントラクトなどを使って実装して提供できないかと考えております。なのでぜひ VC の方はご興味があればお声掛けいただけますと幸いです。で、メンバーは実は僕 CEO で、CEO の鶴岡はちょっと今日大分の方でスタートアップのイベントがあってまして、そちらの方に登壇しておりまして、僕が代わりにこちらで登壇しております。で、それとは別で今回 CTO としてアプリの会社をやっておりますホンダっていうものが上院したものと、あとイグニスっていう上場企業の CFO をされている山本さんに今回監査役で上院していただいております。で、顧問としてもうすでにご出資いただいているイエリさんに顧問に入っていただいたりとか、あともともとその AWS のフェローみたいなのをされていた厚見さんという方にサーバーサイトとかセキュリティで相談に乗っていただいております。あとフィンテック協会の理事長をされている丸山さんにも今回ご出資と顧問していただくことになっておりまして、まあ、この辺の方のアドバイスをいただきながらサービスを、まあ、最初はまず日本から展開していきまして、先々はそのグローバルで展開していきたいと考えております。
以上がスポットセールの説明となります。どうもご清聴ありがとうございます。ありがとうございました。資金調達次回に向けて、まあ、少し先のタイムラインでしたよね。今年の第3クォーターぐらいですかね。そうですね、 ですよね、はい。決算が8月末なんで、まあ、その決算終わるぐらいにはちょっと次の調達できればどういう VC から調達したいですか。いろいろちょっと言ってみると、お金は出すけど口は出さない VC がいいとか、お金も出してくれるけど口も出してくれる VC がいいとか、今回ですね結構ちょっと手応えが良くてお金出していただけるっていうところは多くいらっしゃったんで、ええ、できればやっぱその事業シナジーがあるところにぜひ出していただきたいなと思ってます。小売業とかがいいんですかね。そうですね、最初やっぱり飲食業と美容業を中心にやっていこうと思ってて、うん、でも先だけそのレジャーですね、カラオケだったり映画だったりとか、うん、あとスポーツジムだったりとか、いろんなところに適用できると考えてますんで、まあ、結構事業会社さんだったらどこでも何かしらご一緒できるのかなとは思ってます。なるほどなるほど、わかりました。営業エリアは特に大分に限らず東京だって九州だって、はい、前回の反省を踏まえてもうまず東京から。前回そうだったんですか。前回はもう大分で大体700店舗ぐらいで、エアポでしたっけ、はい、あ、それはちょっと地域を限定しちゃったんですね。そうですね、別の地域にやっぱ出ていくのは結構営業コストが高くて難しかったので、まあ、今回は最初からもう東京で、一江さんも東京に、拠点を置かれると。あ、そうですね、いうことですね、送り込まれて。わかりました。はい、ぜひこの後お話しいただければ、ブースが確か後ろの方にあります。はい、奥に座ってますね。ポッドセールスのロゴがありますので、僕とあと家長という人間が、うちの人間が座ってますので、ぜひお声がけいただけますと幸いです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次元さんでした。大きな拍手お願いします。